こんにちは。今までちょっと頑張って標準語で喋ってみましたけど、この回からは素の言葉である京都の言葉を使ってお伝えできたらいいかな思ってます。この回はちょっと最初から過激的なものが多くなるんですけれども、ブルックリンの実際のホスピタルの中の様子を友達がビデオに撮って送ってくれました。どこの病院かっていうのはこれはちょっと言えないということなんですが、ほんまの映像です。これ皆さんご遺体です。このご遺体袋に入ったまま皆さん火葬されて、お葬式もままならないまま、ビューイングという最後のお別れみたいなものもできないまま、ご遺族の方は、悲しい最後を、遂げられたり、お友達もなかなか会えない状態で最後一人で亡くなっていく方がこんなにたくさんいらっしゃったということで、かなり衝撃的な映像にはなるんですけれども、この映像も次の映像も、メディアには出てない個人的に友達から送ってこられたものです。これは私の友達がブルックリンホスピタルの外で、ご遺体を、運んでるのを見ているところなんですけれども、外に置かれているトラックがご遺体を保管しておく冷蔵車になります。こちらはいつもおなじみのナチーさんからのレポートです。ニューヨークのクイーンズ地区というところに住んでるナチーさんなんですけれども、エッセンシャルワーカーさんとして今でも毎日、頑張って働いてはります。でその時の通勤の、様子ですね、地下鉄には誰もおりませんということでレポートを入れてくれました。これは3月30日ということでちょっと古いんですけれども、彼自身のソーシャルメディアとかに載せて、結構反響があった映像をシェアさせてもらってます。ペンパイナポーアボペンで有名になった PPAP のピコ太郎さんが自分の替え歌で、ウォッシュウォッシュウォッシュとえらい格好してるなー言ってたら、これ私のナチーさんなんですけど、そんな変わらへんやん言って二人で笑っておりました。 MTA というニューヨークの地下鉄で働く人に対して 500K という、保証が出されるということが決まったんですけれども、ニュージャージートランジット、これ見てください。めっちゃ人多いです。ものすごい人多いです。ほんで、ニュージャージーまで帰らはる人らです。もう条例で顔をカバーしんとバスにも電車にも乗れへんいうことになりました。その間オーペックとかでこんな決まってます。大阪府知事の吉村さん頑張ってはりますね。寝てやー言うて大阪の人心配してはりますよ。大阪市長の松井さんも頑張ってはります。医療現場の人が、防護服がないのでゴミ袋かぶってますと。で、雨がっぱほんまに送ってください、皿のいらんもんあったら送ってください、もう買わせていただきます言ってはったんですけど、私も送らせてもらおうかな思ったら、もう1万枚すでに集まったと。まだでも3万枚は必要になってくるということなので、皆さん送ってあげてください。アメリカ大統領トランプさんは、1200ドルのチェックを送るんやけど、それに自分のサインをしたいからちょっと待ってくれ言うて、送らせたり、 WHO にお金を出すのをやめます言うたり、なんやいろいろとまた言うたはります。ほんで日本は手を挙げた人だけ10万円もらえるそうですね。日本でも4月16日に緊急事態宣言が全国に向け出されました。悲しいお知らせになるんですけれども、リコニッツさんという、ジャズ界での大巨匠がまたコロナ関係でお亡くなりになられました。このマイルス・デイビスの、バース・オブ・ザ・クールというアルバムの、オリジナルに参加した最後の生前者でした。すごく悲しいお知らせでした。日本では、思ってたほどウイルスが感染者そんなに増えなかったり、死亡者数がそんなに増えないということで、これフェイクニュースちゃうか言ってる人もそろそろ現れてきました。ほんでアメリカでもそういう噂もだんだん聞くようになり、実際私ものすごい悲しいです。アメリカ大統領トランプが国を経済のために、再度オープンすると言い始めた時から、だんだんこのフェイクニュースという、噂が流れ始め、トランプ支持者が多い保守党の州では
こうやってまだ出たらあかん言うてんのにみんな集まって、あの働かしてくれ、俺ら囚人ちゃうで言うて、みんなでデモをやりました。いろんな陰謀論とか都市伝説とかありますが、私は実際本当に私の周りで高齢者ですけれども、もともと持病を持ってはった人も含め亡くなった方、あと、私の、義理の家族なども亡くなって、お葬式に出られなかった人たちの本当に苦しい悲しい思いを毎日毎日聞いています。でこの人なんですけれども、ワクチン打つべきでしょうか、打つべきじゃないのでしょうか。この方自身は家族にワクチンは打たせへん言ってはりました。で50万人以上の人がリカバーされたということで、もうピークは過ぎたんちゃうか言ってクオモも、喜んでおりました。4月19日には One World Together at Home という、音楽イベントが、行われ、ファンドレイジングが公に行われました。レディー・ガガとか、スティービー・ワンダーとか、セリーヌ・ディオンさんとかいろんな人たちが出演して、みんなで一つになって音楽を通して、これを乗り越えようということでポジティブな動きです。であとこれもナッチさんから今日送ってもらったんですけれども、ヒップホップ界でも頑張っております。こうやってダグ・ウィフレッシュさん、いろんな人たちに声をかけて作ってくれたんですね。みんなで手を洗いましょうというビデオです。よかったらちょっと見てみてください。結構いろんなジャンルの有名人の方々の手を洗う映像が集められててすごいなと思います。DJ プロデューサーのピート・ロックさんから、ベースオフィサーから、パブリック・エネミーのチャック・ティーさん、すごいですね。なんか私もやりたいなと、音楽ジャーナリストとしてちょっと思わされてしまいます。Playing. You ain't see the movie, yo, it's kinda like contagious. Gotta wash hands thoroughly, even sanitize. Open up your eyes, we don't want this thing to rise. Coronavirus. Don't you get it? Don't you get it? Can't you see? Can't you see? We are living in a state of emergency. So wash your hands, save a life. It's only right. And no matter what you're going through, together we can make it right.実は京都でも、医療関係者の友達によると、医療崩壊まではいかないけれども、府とか私立の方がもうちょっといっぱいいっぱいになってきているので、私立の総合病院の方でも救急外来とかの受付を控えるようにというふうに要請が来ていると言ってました。で私の友達のお父さんとか、結構知り合いの方とかももう病院になかなか行けない状態だということで、じりじり来てるんちゃうかなと思います。これオールドスクールといわれるヒップホップなんですけれども、まあ、ダグ・ウィフレッシュさんいつもこうやって社会的に貢献してくれてはります。で、まあ、ラファエットさんが、この前プロスペクトパークに行った時に、まあ、運動がてら来てる人がちょこちょこいたけれどもそんなに人はいなかったと。他のエリアの公園とかもこんな感じでのんびりした感じらしいです。でこれ4月19日の京都ローカルなスーパーマーケットの様子です。全然ノーソーシャルディスタンスで間隔ないですよね。危ないですよね。は
ハレム地区にある、アポロシアターで老舗の場所なんですけれども、コロナで亡くなった私の友達の同じとかウォレスの名前が追悼されておりました。でハービー・ハンコック自身も ありがたいと言って、アポロシアターで誕生日をお祝いしてもらったことについて、ツイートしてましたけれども、彼自身が出演する予定だった東京ジャズもキャンセルになってしまいましたね。今回のこの動画でまた皆さんに何かお役に立てればよかったかなと思います。もしよかったら周りの方々にもぜひともおすすめください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では Stay safe。